つうか、俺だな、今日、ぜ、ってか、ブレイン、しっかりしろ、おめえ、あれだろ。おめえ、ブレイン、あれしてんじゃねえぞ、おめえ。作業用 BGM してんじゃねえ、おう、終わり。絶対ブレインがさ、作業用 BGM で聞いてると思ってさ、おめえ、定期的に書き込め。俺が不安になる。俺が不安になるから。え今日ブレインいないのみたいな。俺一人じゃさ、何言ってか分かんねえんじゃねえかな、みたいなさ。おめえも必要なんだ。必需品なんだよ、ブレインがさ。うんこちゃん多分こういう意図でやってます、みたいなさ。怖くなるんだよ。おめえがいないと不安になる。何ブレインがなんか発狂してんだけど。お前あれだよ。今日から右脳じゃなくて小脳に降格だよ、お前。名前変えてこい。こんな時間に発狂しちゃダメだよ。小脳、おめえ。小脳ググってさ、ウィキってさ、降格しろ。また右脳に戻れる日々をさ、求めていこう。残念だったな、ブレイン。あ、小脳にさ。降格しました、今日から。まだでも、まだあれだよ。ワンランク上だよ。ほんとに。小脳だよ、まだ。なんかね、発狂してんの、そう。まだだ。ごめんな。おめえね、ほんとに日々苦労をかけるよ。いいじゃん。日々苦労をかけてんだ、こいつ。なんかこいつさ、すげえ、いろいろ知ってんだよ、なんか。なんつったの、なんか発狂してたね。さっきからブレインが。俺が見間違えたのかな。ちょっとブレインはちょっとレギュラー化すっか。なんか、いいキャラだからな、ブレイン。俺的に。気に入ってるからな。秋っぽいからさ、なんかいろいろいたじゃん。いろいろ俺がさ、なんかなんつうの、任せた奴らのことは一人も覚えてないんだけど、ブレインはさ、俺ちょっとなんか唯一、今後も頑張ってほしいんだよね。ブレインとなんかしてたしねえよ。ブレインとは一生関わりはないけど、この場面だけでさ。え？ブレインさん、前回のポケモンをちょっと送ってくださいよ。どうやって送ればいい？スカイプ、俺のスカイプをさ、偽スカイプ晒すからそこに送ってきたよ、ブレイン。お願い。ブログにあげよう。ブレインさん。お願い。お願い。ブレインまずさ、メールで俺にスカイプ送ってきて。お願い。メール、俺のメールアドレスわかんだろ。頼むぜ。頼む。ショーの、すまん。ショーのじゃ、もうあれすっからよ。もうあれしようぜ。ちょ、ブレイン、マジで送れ。てめえ、送れよ、マジで、おめえ。おめえ、俺ありき、てめえ、俺ありきの存在だ、おめえ。ありてめえさ、俺ありきの存在なのに、何てめえ調子乗ってんだ、おめえ。おめえなんか俺ありきだろ、お前。俺の細胞の一つなんだよ、お前は。てめえ、この野郎。送れよ。俺ありきなんだから、送れよ、お前。頼むぜ。ブレイン、期待してんぞ。俺のスカイプにさ、スカイプとファイルのやり取り送れるよね。頼むぜ。本当に頼むよ。メール送って。後で。配信終わったらメール送って。ブレイン、今度から撮ってよ。録画係になってよ。じゃあさ、だってさ、生放送しながらさ、スカイプじゃない、キャプチャーすんのってさ、なんか結構だるそうだからさ、ちょっと、ブレイン頼むよ。ブレイン今度から録画係になってよ、ちゃんと。で、俺ちゃんとさ、おめえのさ、メアド登録してさ、今からやるよ、みたいなさ、ブレインオッケーって送るから。頼むぜ。ブレイン録画係な。やれよ、ちゃんと。まあ、これで、いいね。方向性が決まってきたな、うんこちゃんの生配信な。録画係もできたしな。これで、青ポケ。ポケモンは1時間以上あるんですけど、だからさ、そこをさ、うまくさ、ブレインが編集、面白い編集すればいいじゃん、お前が。お前も編集すんだよ。ニコニコに上げれるぐらいのクオリティにしろよ、なんか。お前編集ソフト何使ってんの面白い編集しろよ。で、俺発信でいいだろ。頼むぜ、俺、ブレイン。おー、いいじゃん。プレ、あれじゃん、アドビ使ってる、こいつ。なかなかセーブだね。ブレインさん。いいですね。いいね。アドビ使ってるなんてなかなか、クセモノだね。期待できるね。じゃ、とりあえず、エコノミー回避俺がすっから、なんかおめえなんか気の利いた編集してよ。ここだよみたいな、じゃん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 みたいなさ、ちゃんちゃかちゃかちゃん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 みたいなさ、そういうさ、効果音入れといて。で、つまんなかったらボツにすっから俺。やっぱりちょっと、多分さ、俺、メールだとさ、多少さ、なんていうの気を使って話す。あ、なんかすいませんでした。いじっちゃって。みたいな。送ってくれません。やっぱり原本の方送ってくれません。みたいなさ。そういう感じ。よくない？エコ回避は俺がやるよ。
だからいいじゃん。とりあえずブレインさ、メール送ってきて送って、俺に、ポケモン青。ブログに一回上げてみよう。ブログに上げ方わかんねえんだよな。ニコニコに、あ、わかった。ニコニコに上げて、誰にも公開させないで、俺がブログに公開すればいいんだ。あ、それいいね。ニコニコに上げて、そうそう、そうするわ。それよくない？いや、それ、じゃあそうす、その、それを俺のブログに貼れば、見れるよ、絶対。ズームでいいじゃんって、これは。またさ、俺にそういう作業させたらさ、よからぬ方向に、あれだぞ、流れるぞ。え、ズーム面白え、みたいな感じでさ、ニコニコ、ニコニコ何それ、美味しいのみたいな、なってよ、ズーム。これから先はズームだろ、みたいな。名前からしてもズーム来んだろ。結局、動画に飛べるよね。知らん。そう、だから、いいんだ、非公開にすんだよ。俺だけ、再生できるようにすれば見れんだろ。お前らさ、そんなあれ、ブレインバカにしてんの、マジで。ブレインバカにすんの、ブレインそんぐらいできんよ。そのうち動画サイト作んだろ、うんこちゃんの、ブレインあたりが。そこに上げてくよ、俺は。そうすればいい。再生数気にせずさ。なんか作って。俺がさ、なんか、なんていうの？リアルタイムモザイクとかさ、できるようなサイト作ればいいじゃん、ブレインが。ブレインが、俺がまずいこと言いそうだったら、あのさ、サンマとさ、スマップのなんか24時間みたいなのあんじゃん。あれみたいにさ、あの音楽流せよ、ブレインが。まとめ歴とかやめてくれよ、ほんとに。あれはもうさ、ほんと黒歴史になっちゃうよ。じゃ、ブレインの、じゃ、みんな、じゃ、俺がブレインの魅力今から1分間話すよ。ブレインのいいところは、あれ、ね、こんなに、あれしてんじゃん。俺にさ、あだこだ言ってっけど、俺がね、ニコニコにちょっとあげないでよって一言言っただけで、あれなんだよ。あげないんだよ、ちゃんとブレインは。で、ここでこそっと、今まで散々言うチャンスがあったのに、ここでこそっと、うんこちゃん撮ってるよ、みたいなさ、私、しっかり仕事してるよ。そこがブレインのさ、いいとこじゃん。さすがだよね。なんつうのかな。黒子だよね。完全に。黒子に接してるところがいいんだよ。こうやって黒子に、うん、さっきも全然コメントしなかった。俺が不安になる。いないと俺が不安になる。そういうキャラなんで、ブレインはそういう黒子的なキャラで動いてもらうんだ。だろ？完全にブレインなんかほんと知らねえからな。こいつ誰だよってレベルだから。ブレイン、そういえばいたねえぐらいのさ。ブレイン頼むぞ。あげてね、あげてねっつうか。スカイプで送ってきてね。ちゃんと。いいよ、そういうさ。じゃ、みんなの協力がなきゃさ、続けてなんかいけないんだからさ、そこはさ、なんか、おのおのがさ、力を合わせようぜ。いや、結局任せるんかって、お前、俺が配信してんだから、それを撮って俺があげるんだからいいじゃん。ブレインはあれだよ。ただの、あれだよ。そう、メールで送って。メールして、俺のスカイプ送るから、そこでスカイプでさ、あれしようぜ。やりとりするぞ。ソフトのやりとりはな。ブレインさん、うんこちゃんさん、うんこ。まあ、そういう感じだな、今。ブレインのコミなんか作んない。ブレインのコミ作ったらブレイン弾くぞ、今度から。ブレインのためにやめろ。ブレインはここ以外で絶対出すな。弾くぞ、完全に。ブレイン。そしたら、お前のせいでブレインの、あれか、弾くからな、完全に。ブレインのブの字も出さない。ブレインに話題出したやつ完全に弾いていくから。そしたら、コミなんか作った日には。で、ここで黒子で働く人生を選んだんだから、ブレインは。いいじゃん。ブレインもそれが幸せなんで、いいんだよ。それでいいよ。それでいく。まあでもほんと助かってるよ、ほんとに。なんもまださ。ブレインこれからもマジ頼むよ、取ってよ、ちゃんと。ああ、まあどうなんだろうね。でも根強く残ってくれてる人もいるんだよな。ああ、そっか。去年の、ブレイだってそうだよ。10月から見てんだよ、俺の配信。ああ、そうかそうかそうか。俺始めたら9月ぐらいでしょ？うん。もう半年近く見てんだよ、あいつは。すげえよな、それをコマゴマと録画してさ。ね、旗から見たら完全、信者の鏡だな。でも決して別に、なんていうのかな。うん。そんな過度に応援してるわけじゃないんだけどね、彼は。なんまあ、もう、すごいわ。まあ、人間かどうかですらわからんわ。機械かもしれん。人ではないよな。
興味深いよね。もうよくわかんねえから、ブレインタウンは。ああ、人ではねえわ。彼か彼女かよくわかんないけど。一回語ってみたよね、しっかり。どうしよう。めっちゃ美声だったらどうする。めっちゃ可愛らしい女の子でさ。うん、もうなんていう、根掘り葉掘り聞いてったらさ、全部うんこちゃんのタイプでさ、顔ウップしてくれって言ったらさ、もううんこちゃんのドストライクだったらどうすんの。駆け落ちだよな。素敵やんっつって。こんな恋も素敵やんって言われて。ブレインと一緒に失踪か。うん。ブログに書くわ、素敵やん。恋って素敵やん。書くわ、最後に。そのままいなくなってくる、フェードアウトしていくんか。うん。俺察するわ、コンタクトリストからさ、同日日にさ、うんこちゃんとブレインがいなくなったらさ、そういうことか、つって。でもいい人材を見つけたよね、ブレインは、本当に。うんこちゃんどうやって見つけたの、あの人。なんかね、一人だけ輝いてるやつがいたんだよ。だってさ、チャット欄からさ、掘り出、パソコンできる人をさ、掘り出すのもなかなか難しい話だ。輝いてたんだよ、一人だけ、ブレインは。輝いてたってどういうことなの？お前もう、ブレインだわなぁ、つって。もうそれ以来ブレインで。異質だったの？すごかったの？その時から。なんかね、子供じゃなかった。子供だらけの中、子供じゃなかったから、これはちょっと、有望な人材なんじゃないかなと。なんか、すげえ知的なチャットを打ってたの。なんかね、なんか確信を、なんかなんだっけ、なんか結構目に残るようなチャットを打ってたんだよ、すごい。だからたまたまパソコンできる子だったの。そう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 。たまたまパソコンできる子つか、もうできるとかいう次元じゃねえけどな。結構やっぱ知ってるよね。うん。すごい、しかもある程度さ、配信に夢中になってくれる人じゃなきゃさ、うん。意味ないじゃん。うん、そうやな。一番すごくね、ほんと助かってるよ、ブレインには。ブレイン超すげえよなぁ。俺最初絶対。カノチャットにも来る？俺んとこには来ないけど、俺んとこに入室しないけど、俺の配信も見てる。だよね。カノ配信の情報はよくブレインから聞くの。アーカイブ見て、そっから、いろいろ漁ってさ、こう、何？アドバイスが届くわ、配信の。保護者みたいになってるわ、なんか。なんか、ブレインだってさ、うん、ニコニコの実況者の配信とかほんと全然聞いてなかったんだよ。あ、そうなん？外国人の配信しか聞いてなかったんだよ、ブレインは。なんでうんこちゃんのとこ来たん？余計に意味が不明だよな。ね、意味不明だよね。え、なんで？うんこちゃん、うんこちゃんにたどり着く。え？動画見てんのかな？別に動画も見てねえんじゃねえ、俺の。え、ブレインわかんわ、余計わけわかんねえけど。わかんねえけど、あ、まあ、でも、なんか見てんのかな、見てんのか見てねえのかわかんねえけど。な、すげえわな、はい？全然よくわかんねえ。ブレインって何に？わかんねえな、もしかしたら一人じゃねえかもしれねえもんな。うんこちゃん、あ、俺の方見てんだ。あ、可能動画も見てるしね。あ、そうなんや。うん。おー。そんなに、そう、ブレインから、なんていうの、俺、スワダさんっていいんじゃん。ああ、はい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 。好きって言ってたじゃん。うん。あの人の動画もブレインから教わったしね。あ、そうなんや。うん、なんかラジオちょっとやりたいんだよね、みたいな。うん。っていう話をなんか配信でしてたら、うん。なんかそんなやりとりになって、みたいな。あ、それで見てみたんや。面白い、つって。あ、それでなんや。嗅覚がすごいね。その配信嗅覚がブレインはやっぱいいよ。ははは。いや、あのお方はやっぱすげえよな。それなんか、まずさ、うんこちゃんの配信もまあ普通に見てるやん。うん。で、俺の配信は大体アーカイブから多分追ってんのよ、ブレイン。あ、そうなんだ。うん。いつ見てんのか、二人とも結構長時間やるやん。やる、まあでも3時間以上はやって、俺2時間ぐらいだけどね、最近ずっと。ね、でも、二人とも2時間だとしても最低4、5時間取られるやん。うん。ブレイン、自由な時間ないよな。いいじゃねえか、充実してんじゃねえか、ブレイン。配信中やで、マジで、そうなったら。ブレインこそ中毒やで、ほんと。鏡じゃねえか、そういう人材を待ってたんだ、俺は。バカなことにマジになれる大人は。すげえと思うけどな、いつ、時間が、
いや、でもだいぶ助けられてるけどな、俺も。ライムの入れ方もさ、全部ブレインに助けてもらったし。ブレインなかったら、配信なんかできてねえ、多分。ね。彼女か彼か知らないけど。あれはもう、任せっきりだもん。ちょ、ブレインしてーっつって。俺してーっつって。そしたらしてくれる。うん。だいたいどんな無茶ぶりでも答えてくれんの。まあそうだね。こういう機能してーっつって。え、こういう機能してーっつったら答えてくれんの。もう大抵はね。ほんとなんかさ、コマンドとかも自分で探してくれる、彼は。まあそうだね。よくわかんねえよ。でもそのチェッカーとかの配信はもうあんま見てないらしいね。あ、そうなんや。俺聞いたんだよ、ブレイなんか面白い配信あんのみたいな。もう最近やっぱ時間、多分俺の配信に時間を取られてるのかもしんないけど。うん。最近あんまり見てないな、つって。多分うんこちゃんの配信見てるからな。うん。でもほんと、助かるわな。配信をさ、俺 R18 にして、つってたん、一回。ガキ鬱陶しいわ、つってさ。うん。そしたら R18 の配信をさ、R18 指定の仕方を送ってくれたのに。そんな関係なくねえか。なんかさ、できるらしいよ。18歳未満入室、ちょっと、一回自重させるみたいな。すげえわなと思った。なんでそんな、そんなこと言ったら俺大半視聴者消えるぞ。半減するぞ。どうなるんやろな。いや、ねえ、どっから、なんで、俺もさ、あんだけパソコン詳しかったらさ、なんか人生の幅が広がりそう。まあ、技術班だよな、ブレイン。な、結構、まあ、あんまりブレインの個人情報は流したくねえんだけどさ。うん。いろんなところ行ってるみたいで、よく写真も送られてくんだよ。ああ、そうなんや。こういうとこ行ってきたよ、つって。友達かよ、と思った。普通に俺も、おーすげえ。友達やないか、それはじゃあ。声すら聞いたことねえ。あ、すげえ、いいなぁ、みたいな。年齢不詳、性別不詳、名前不詳の人が写真が届くんやろ。なんか海外とか行ったらさ、こういうとこ行ってきたよ、みたいな。もはや日本人でどう、あるかどうかすらもわかんねえな、そうなったら。でそういうやつって面白いじゃん。ああ、まあそうか。うん、いろんな情報をなんかさ、くれるっていうのはさ。うん。配信以外でもさ、ちょっとね、いいことじゃん。うん。すげえなぁ、でも。最近めっちゃ年齢知りたくなってきちゃってさ、ブレインの。あれやろ。ちょっとどうしようっていうのがあるんだよね。最初はブレインが、まあ、うんこちゃんのファンだったとして、ね、好きで見てるとしてさ、今はなんかもう、うんこちゃんがブレイン追ってるぐらいのさ。ブレイン年上だと思うんだよな、ぶっちゃけ。年上で会ってほしいわな、なんか。年上だと思うよ。年上かな、やっぱり。うん。30いっぱい行ってないと思う。行ってないんかな。10代、26ぐらいだと思うんだよね。おー。ガチ予想だな。うん。いい年齢だわな。まあ、絶対聞かないけどね。なぜなら、冒険吐けなくなるから。吐き呼ばわりできねえだろ。多分聞いても俺、聞いたら教えてくれんのかな。あ、まあ、教えてくれんじゃねえ。どうなんやろ。なんかあんまりなんかさ、ブレインのことをさ、詳しく聞いたらダメみたいな。なんかあるよね、そういう空気。空気があるからさ、何にも聞けないよ。一切聞かないもん。メールとか全然返信しないもん、ね。怖いんやな、なんか聞くの。てかさ、そういうのにうっさくねえからいいんだよね。あー。ブレインなんかさ、俺が配信中にさ、困ったことをさ、あると、メールで超送ってくる、来てくれんの。あー、あるあるある。スカイプとかでも。うん。一切返信しないの。うん。俺も。本来ブレインがいいわ。あー、それはわかる。俺もそれは超助かってる。ね。スカイプメール一切返さないけどさ、俺もほぼ。たまに俺、一月に一回なんか会議するけどな、ブレインと。あ、そうなんや。うん。長時間チャットするよ。え、でも、関係つうかさ、普通、視聴者さ、こうガッてさ、向こう側もさ、やっぱ、心よく自分の動画とか配信見てるわけ。こう、何向こうがさ、がっつり自分の情報探ってきたりするやん。何歳なのとか、どこ住んでるの、名前なんなのとかさ、そういうのもねえやん。ブレ一切ないもんね、そんなに。で、そこがやっぱオフィシャル、なんか大人だよね、やっぱり、ね。そうそうそう。だから、めっちゃ楽なんやな。全然聞いてこないもんね。何にも聞いてこないからさ、むしろこっちが、なんていうん、聞いてきてほしい、
聞いてきてほしいっつかさ、教えてほしいなって思ってることをさ、いいタイミングで教えてくれるわ。うん。なんかすごいよね、彼はやっぱ。うん。いいわな。すげえいいと思う。あんな人はなかなかいないと思うな。珍しいわ。てか、でも、ちょっと、女性か男性かぐらい俺ちょっと気になるけどな。男だろ、絶対。俺も男だろと思う。男だよ、絶対。だ、なんでチャット欄の人らはさ、女、女っつってんのかよくわかんねえやな。男やんなってお考えたって。うん、男、男、絶対。絶対男やんな。うん。だって、女だったら恋人じゃん、もう。一緒にいるんだから。俺とブレインは。出会い地を打つじゃねえかよ、そしたら。夫婦みたいなもんか。うん。ね、こんなとこ行ったよ、つって写真送られてくれるの。そうそう、すげえな、つって。また行ったら教えてくれよ、みたいな。人以上に密な会話してんじゃねえか。男であってほしい、みたいな。男であってほしいね。いや、でも男やろうな。うん。うんこちゃんの女上司だったら受けるわな。間違いなく男だよ、彼は。でもスカイプの絵とか見る限り、絵つかさ、まあそこの窓を見る限りは、女ではないわなって感じだけどな。まあそうだね。なんか、あれもいいよね。あそこ、ブレイン、あの絵の部分コロコロ変わるから、たまに見るの面白いんだ。で、たまになんかさ、なんかその自分の写真、自分の写真っていうか、その、顔とかじゃないけどさ、うん。日常の写真とかも載っけるじゃん。載っけるな。あれ面白くない見てた。あれ面白い。あ、また写真変わってると思って見てるわ。あい、小粋なところがいいわ。しかもなかなかユーモアに溢れるような、なかなかこういうのしねえやろうなっていうような写真使ってたりするし。うん。なかなか、あ、でもどうなんやろ、写真を撮りまくるって考えた女なのかな。撮りまくってるわけじゃねえだろ、別に。なんか撮りまくってそう。なんか旅行行ったら写真撮るみたいなさ。ああ。記念ごとにはやっぱ写真撮るっていうかさ。そんな、なんか、結構海外行ってるのいいな。海外行きてえな。でも結構行ってるかとか、もうだから仕事で行ったのかプライベートで行ったのかも全然俺聞かなかったしさ。ああ。わかんねえけど。うん。うん、俺最初絶対ユニさんじゃねえのかなと思っちゃったけど。あまりにもパソコン詳しすぎて。お前なんでパソコン詳しい人イコールユニさん。いやもうなんか俺の中の脳内でさ、パソコン詳しい人イコールユニさんでしょみたいなさ、そういうのがもう脳内で出来上がってる。ユニさんって詳しいの？ユニさん超詳しいっていうイメージがある俺の中で。なんかもうブレインってユニさんでしょって思ってたの。でも最近違うブレインの口からユニさんっていう言葉が出てたから。ああ。その説はあれだな、却下だね。ああ、じゃあもう確実に違うわな。